すごっ。すごい景色ですね。2週間の北マケドニア旅を終えて、流浪の東ヨーロッパ編第4カ国目はアルバニアへと移動してきたチャンコタイムズ。ティラナを経由して向かった先は世界遺産の街ペラト。この街は紀元前美しく統一された旧市街と圧倒的な大自然を前に、早くもアルバニアの魅力を体感する。こんにちは。撮れてるのこれ。撮れてる。こんにちは。不意打ちやめて。こんにちは。こんにちは。チャンコタイムズのふーちゃんとコウスケです。私たちはね、今メラトにおります。これからね、メラトを出発してのマへ行こうと思います。教えてくれないだねって。次のあれ、俺なんて言った今。次の町に。町つって。うん。どこだと思う？予想教えて。もうふちチラナしか知らないんだけど、アルバニア。うん。チラナに行くかチラナ以外に行くかで。チラナ以外だろうね。すごい。だから。なんて言ったらいいのかな。ティラナ以外ってことね。ティラナ以外。世界。あまり気持ちよくない。この後また向かっていくんですけど、移動手段としてはバスです。バスに乗って、行き先はね、うん、その先の町行きになってるんだけど、うん、途中で降りて行くと。のやな感じですね。次の町、世界遺産です。オフリード。ベラト、そして次の街、ジロカストラ。ふっちゃん、なんかさ、今日 G から始まる街に行くって夢見たんだよね。本当？うん。すごい気持ちじゃない？違う。G なんちゃらかんちゃらって言ってたんだよね、こうちゃんが。口滑らせて。ああ。っていう夢。え、夢じゃないよ、それ現実よ。え、口滑らしてた？ジローラモって言った。違う、ジローラモって言ってたのを、うん、じゃあ現実だ。下りきつくない？こっち下りきつ。これだって背負って下ったことないよね。あ、確かに。これキャリーバッグ来れないな。絶対来れないですよ。キャリーバッグになったらさ、きついよ。荒地の魔女みたいになるよね、多分。なんか荒地の魔女みたいになるよね。荒地の魔女が汗にダチダチで乗ってる。あ、そう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 。魔法が使えないから。あ、まだ。もう飛んでて。もう未だに。馬で生活してると思う。これでもね、馬登るのかな。じゃあ登んねえよ。え、登んないの？うんこ見なかった？数々のうんこ。あれ全部人間の
まあきつすぎてしたくなる気持ちはわかる。前の山でかいんだよ、高台。綺麗な景色何度でも映します。使います。同じ映像だとしても。あれなんだっけ、うっちゃん、スブラキみたいな。あ、ストラキか。スブラキじゃない、スブラキか、スブラキ。ルバニアのファストフード、スブラキを食べに。結構ケバブっぽいやつなんだけど、ケバブの内容になんかパンがね、アルバニア仕様になってるというような料理。昨日実はね、食べたの。美味しかった。美味しかった。今日はね、もう出発間際でちょっとご飯済ませたいので、それを食べてみます。じゃあ、レラとの思い出聞きますね。まあ、一日だけしかない。レラとも可愛いよね。今までで一番そのメルヘンチックな感じで可愛いなと思った。なるほど。で、タイミングがいい。天気。あ、違う、タイミングよくした。天気が最高。あれ、ここじゃなかったっけ。あ、ここか。はい、ツークロススプラギ、うん、頼んできました。はい、一つ200デクで、金額としては260円くらいですかね。かなり安い。かなりでかいからね。そうだ。北マケドニアは入ってない。ファストフード食べてないね。うん。ここ最近ずっとね。うん。ここに来てやっと食べたって感じ。あ、嘘。ブルガリアのプロブディフで食べたわ。でもあれ5レフとかだよ。4レフ5レフだったから280円から350円。まあ、ちょっと高いか。いいね、ここら辺は200円くらいでモリモリ食べれて。アルバニア通りさ、いいね、めちゃくちゃいいね。アルバニアもいいね。アルバニアもいい、もういい。ペカンハント好きだな。ハローちゃん、マヨン、マヨン、マヨン、 Thank you very much。 ハルメンデリ、ハルメンデリ。いやー、うまそうやね。ガチうまじゃん。見たらわかるよ。見たらわかる、うん。じゃあもういらないか。え、いるいるいる。食べたらわかる。本当。うん、もう、いただきますわ。あ、いただきます、いただきます。あ、ちょっともう一回、OK、 いただきます。はい。あ、おいよ。そうなの、このヨーグルトソースが美味しい。美味しい。マヨネーズじゃない、これは。こっちはマヨネーズ。マヨネーズかけてみてよ。まだちょっと串から食べてない。もう混ぜちゃうの。ほら、色が違うでしょ。マヨネーズやん。マヨネーズだ。うまい。これね、うん、お肉いっぱいです。いいね、これうまいな。これうまいな。いただきます。はい。うまい、うまい。このジャンキーさがたまらないよね。ジャンキーすぎる。どんぐらいたまんない。え、たまらないこと、この上ない。どう、最高。最高。うまっ。
お腹いっぱい。このままバスステーションに向かってきます。いや短い間だったけどいい街だね。いい街だ ね。もうちょっとゆっくり過ごしたいね。こんないい公園あって、ね、いい天気で、うん、バス止まりだ、バス止まり、バス止まり。じゃあ、ふーちゃんサランダを探してくれ。サランダ、サランダ多分まだ来てないと思うんだけど。サランダ、サランダ、ジロカステラある。サランダ、ジロカステラ、あ、サランダもある。いや、ジロカステラがいい。ジロカステラ、ジロカステラ、オッケー、2クロック、ジロカステラ、でカフェ、インターネット、2クロック、ジロカステラ、2クロック、おー、シャイン、どうも、ウィアティボ。じゃあ、2クロックまで待ちましょう。えい長いね、あるんだけど景色すごほら、景色すごい、ね、すごい、うわー、山が綺麗、綺麗だ。買いました、コーヒーとあと菓子、あと金額は多分、これが130、60、100ですね。うん、カプチーノだね。あ、カプチーノ、カプチーノ客さん。うん。おります。よし。あ、泡がふわふわで美味しいにゃー。ヒカキンさんみたいになって。今回紹介するのは、こちら。ビスコラーダ、スターズ。ラチョウのミニサンデー。どうした？よしよし。これ遠足で持ってたらその名の通りスターになれちゃうじゃない？あれあれ欲しい、これ欲しい。で、いただきます。どうし、何個？私5つ。パスしそうでよかった。ゼロパスが2時だから今何時ぐらい？もうね、あと1時間、まあ、30分くらい前に多分乗せてもらえそうだし、乗りたいなら乗ればって感じでもあるけど。じゃあ時間になったので乗れますか。バス乗ってきます。ミニバスですか。ジロカステラ行きのやつはないって書いてあったので新しくできたっぽいですね。できたっぽいね。ちょっとやろう、ちょっとやろう、よいしょ。やべ、いろんな筋肉ちぎれたわよ。カメラ守るためにいろんな筋肉ちぎれたよ。やばい。ほんと？よいしょ。腕上げてみて。上がってんですか？あ、じゃあ、じゃあジロカステラの抱負だと思ったわ。はい、あるあるが来て一日いて動いて次の町の方へ。ふっちゃんの予想ね、海の近くにあるなんか要塞的な感じの町だと思ってます、はい、じゃあ海を楽しみます。あとはまあその
上カステラのフードを見つけて食べる。はとりあえず私町ですね。まあどんな場所であっても自分なりに楽しんでいきたいと思います。以上です。言われた時間ちょうどに出発。それでは上カステラに参ります。中に何か入ってる。ピーナッツか。美味しい。甘くないよこれ。甘さ控えすぎじゃない。ピーナッツクリームじゃないのこれ。甘くない。景色見たかったんだけど車が速すぎて怖くて。お社長。違う、あの身を守るために気絶してた。めっちゃ気持ちよさそうに言ってたよ。すごかったね。今も十分すごい。今も十分すごいけどさっきまでもすごくなかった。ずっとすごい。ずっとすごかったよね。カメラ大変だったよ、山道。よし、着いた。大丈夫か。よいしょ。いい。よし。到着しました。到着しました。ジロカストラ。ミサル。ジロカストラ。見えますか、後ろ。うっすら見えるね。まあ、あちらの上の方。あー、すごい。ここはですね、石の町と呼ばれている世界遺産。
ちなみにベラトとゼロカストラ世界遺産なんだけど、この2つで1つの世界遺産、でも最初に世界遺産登録されたのはここなの。あ、そうなの。追加でベラトが登録された。なので結構古いですけど、2005年。ベラトよりもこっちの方がいいんじゃないかと思って、こっちの方を滞在時間長く取るような感じで設定しました。いや、街がすごいですけど、やっぱり自然がすごいですよね。ね。ね。俺だってずっとファイナルファンタジーやってなかった。じゃあ行きますか。ね。これも結構ベラトで見ててさ、山に作られてる街だけどさ。登ります。同じですか。同じです。ベラトとどっちがきついか。結構ね、どっちもどっち。いや、もしかしたらこっちの方がきついかも。なんかさ、自然と一体になってますね。すごいね。このベラトからジロカストラまでの道、こんなところに街あるのみたいな。そこの世界遺産にしてもいいんじゃない。で、川の色はさ、マジでずっとなんか クリームクリームソーダ。そう、クリームソーダね。なんかめっちゃグラフィックのゲームだ。だからゲームの旅、ゲーム世界を旅した人はアルバニアを歩きで縦断するのですね。ああ、確かにね。そのカーメルですね。ほら、ホテルなんだ。そう、建てられちゃった。あったかいストロー。あったかいね。あったかいのね、ストローだね。ホットをストローで飲むっていうのもいいもんだね。直接向かってもいいんかな、これ。じゃあね、ホテルに向かってます。はい。あの、オーナーから連絡が来て、いませんでした。あ、いませんでした。なので、とりあえず行ってみてって感じです。まあでも評価が結構あるから、大丈夫だと思うけどね。心配です。心配です。新市街の頂上くらいの感じだ。これがルームチェックってやつです。クリックインか。どうしたらいいかな、これ。ピンポン押す。いや、多分そこね、貸し家だと思う。うわ、どうしよう、マジで困るな、これ。ここ番号書いてねえんだよ。いや、でも貸し家っぽいな。めちゃくちゃ貸し家っぽいんだよな。貸し家っぽいよね。でも1個しかあの本がないのなんか不思議じゃない？到着しました。オーナーさんとなんとか。なんとか。なんかビーって宿の目の前にあるブザーを押した瞬間に、うん、いろんな人が外から。まさかいろんな人のあれにね伝達してたかもね。でいろんな人から声をかけてもらって、で最終的にオーナーさんが出てくると、いう感じで、チェックインすることができました。宿はね、簡単に説明するとこんな感じです。
アパートメントスタイルの宿で、こっちとかキッチンがあります。すごい綺麗だね、白、ね、白、冷蔵庫もあって、電子レンジもあって、でなんか新生活みたいな、新生活、レオパレスみたいな、レオパレス、新生活多いんで、で、お風呂場もね、めちゃくちゃ綺麗です、はい、こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗、素晴らしい、素晴らしい。洗濯機も、まあ家も使える、家も使える、使うときは家は家ましょう、言いましょう。で、ここ3泊で2500円ちょっと、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。電子レンジもあるから冷凍食品とかも買える、温められるし、とりあえずまたご飯か何かを買いに行く、まあ明日ね、晴れでがっつり観光するんで、今日は現地料理じゃなくて普通な感じ。あ、わかりました。あ、違う、ここは違う、わかりました。いいです。行きましょう。じゃあね、ジェロカストラの、まあ、今回はね、新市街だと思うんですけど、新市街の街を軽く映しつつ、スーパーの買い出しとかちょっと、よし、わぁ、見てる、すごっ、なんでこれ、すっごい景色ですね。誰が登れるのあれ、でもこちゃんなんか計画しそうだな、そこに登って2000m くらい登ってた、どんどん高くなってるから。あ、それなんかマーケットって書いてない、マーケットエルスって、あ、それかもしれないね、すごい。あとふーちゃん、パスタ作ったことないから言うとくけど、手際に期待するなよ、ふーちゃんの最大限の手際なんだから。ちょっと泣きたなんてしてないよ。じゃあもうお前手伝え。じゃあ今から何作るかちょっと説明してください。今から作るのは、それを使った？これと、豚バラ肉トマトソースパスタ。おお、うまそうじゃん。楽しみですね。はい、楽しみにしててください。あ、はい。じゃあ私も待ってればいいですかね。我々、パスタ初めて作るので、まあ、ぎこちなかったらカットです。こっちに決まってんじゃん。それではこちゃんが指を鳴らしてぎこちなかったら次食事のシーンやります。はい、行きますよ、行きますよ、せーの、細いかな、これ細い。細いんじゃない、ベーコンじゃないんだよそいつ。じゃあちょっと使うかわかんないけどさ、世間話で教えようぜ。ルッチャの最近の趣味教えて。趣味、うん、漫画読むとか。おう、あ、アニメ見るとか。アニメ見る、うん、何のアニメ今ハマってますか今ね、本好き。あ、本好きの下克上ね。本好きの下克上、はいはい、あとは、いや、あと進撃の巨人ファイナルシーズン。ああ、進撃の巨人一気見してた、ね、あとは鬼滅の、はい、鬼滅の刃ね。まあ、終わっちゃったけど、ブルーロックもハマってたと。うん、終わっちゃったけど、弱虫ペダルもハマってた。はい、弱虫ペダルね。ということで、じゃあ次、これから頑張りたいことを教えてください。
これから頑張りたいこと、うん、いっぱいありますよ。例えば、まあ、YouTube とかね。はいはい。生活のすべをね、身につけることとかね。なるほど。あとは？あと、まあ将来的にはね、うん、まあ歌が上手くなりたかったりとかね。はいはい。絵もね。絵もね。うん、絵も。他にはある？あと英語とか。ああ、言語ね。言語。全然時間が取れもんだけど、なんか頭使うことってさ、すごい疲れるからさ。うん。他にやることの力が余らなくなるとね、うん、なかなか進まないんだよね。無心でやれることは結構できるんだけど、うん、なかなかね、大変ですね。大変ですか。おお、美味しそうじゃない。ボナペティ。肉はさ、うん、あれ丸々全部使ってこんなくらいになったんだ、うん、なるほどね。めっちゃ美味しそうじゃん。よし、じゃあいただきます。じゃあ食べてみんね。美味しい。なかなか美味しい。で、お肉も食べてみますね。うん、美味しい。初めてにしたらなかなかやるんじゃないですか。ジロカステラまでのさ、道のり荒いね。何回死ぬかと思った。何事もなく、いい旅で終わりたいですね。これが伏線とならないように。一応調べたら、目立った犯罪は起きてないから、俺たちさえ気をつければ、アルバニアは結構安全。パスタありだね。パスタありだけど、いや、これ 100g だっけ、100g でこんな食えんだ。コスパはめっちゃいいってわけじゃないか。でも肉、肉なくせばめっちゃいいか。うん、そう、肉なくせばめっちゃいいし、野菜とかって大体安いじゃん。うん、全然かさ増しできるし。おいしくない？茹で具合も完璧じゃない？いいじゃん。うん。次回、夢の中の現実。楽しみに。そこで持ってて、そこで持って。え、そのままね。え、ブルーじゃん。先になっちゃった。あんまり遊びない。ギュッギュッてやったらフッチャの顔もグッグッていくでしょ。